はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。今日から神奈月、10月29日は応援に行きます。たまらんちん会長様、ともゆき様、ちかことたま様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。10月25日の応援は河野太郎の裁判ですね。11時から東京地裁705号室で、行われます。たまらんちん会長さん、もしいらしたら声かけてくださいね。俺がたまらんちんだって言ってくださいね。よろしくお願いします。あとついでにチャンネル登録も皆様よろしくお願いいたします。9月30日、石破総裁記者会見。10月27日衆院選投開票にしたいと、まだ首班指名を経てない総理でない、自民党総裁が、総理でない立場で解散言うのは憲法違反じゃないかと、一部マスコミと野党に叩かれておりました。まあ一日ぐらいとってことないじゃないのって思うんですけど、まあ罰則はないんでしょうけれども、ということで、未だ正式な解散宣言はなしと。今日ですね、主犯指名やって正式に石破総理誕生ってなるみたいなんですけれども、9月14日早期解散はない、むしろダメだそんなのって批判してたのに前言撤回した理由は、森山幹事長79歳にですね、維新は泉や枝野だと無理だけど野田となら組める、まあ、立憲と維新の連立ってことかな、共闘っていうか、立候補者調整っていうか、時間与えると維新と立憲の選挙協力が進む、まだ全然できてない、今やれば絶対勝てると進言されたからと報道されておりましたけれども、世論です。数日で意見が全然違うやんメッキが剥がれる前に短期決戦ってか、今の維新と立憲が協力したところでな、立憲が大嫌いな馬場さんが代表のうちは組まないだろう。野党の選挙協力失敗しまくって今があるのに、日を置いたらボロが出てくるだろうしな。マスゴミは新閣僚のスキャンダルを探し回ってるで、これは思ったより短命政権になるかも。野党の準備不足すぎるだろう。今になってそんなことやんの、今になって選挙協力しましょうかとか言うのって話ですね。閣僚の顔ぶれがひどすぎるから早くやった方がいいのは確か。こいつは昔からそうだよ、言うことがコロコロ変わるし、平気で人を何度でも裏切る人間なのさと。維新の馬場代表が立憲大嫌いマンなんで、組むとは思えないんですけどね、私もね。そういえば立憲の代表がですね、ひっそりと野田佳彦元総理になってました。消費税を 5% から2倍の 10% に大増税した憎い憎いやつですね。これが日本経済どんだけ、貶めたかわかんないですね。ダメージどんだけ食らったかわかんないですね。だって全ての金の動きに足かせつけるっていうことだもんね。枝野や泉では組めないが野田となら組めるってなんか全然意味わかんないんですけど、自民も裏金で評判悪い、維新も万博と兵庫県知事で評判悪い、立憲はなんかよくわからんで、政治不信極まれりですね。あとね、早めに選挙解散する理由はですね、高市さんに入れた数多くの議員の反感で党が持たないからっていう話もありましたね。本当わずかな差でしたもんね。215対189だっけ。これがですね、岸田と河野の時みたいにダブルスコアだったら少数派の意見は抑え込めるんだろうけれども、少数派もですね、岸田か岸田になったんでしょうがないの、岸田を支えて、頑張るかって気になられるんでしょうけど、まあわずかな差でしたから、だから高市さん派の議員が大量にから党がまとまんねえって言うんですよ。で選挙やって選挙で勝って、手柄にして、その手柄を持ってですね、だから私の言うこと聞きなさいってやりたいんじゃないかという推測が飛び交っておりました。9月30日、岸田内閣総辞職、総理在職1094日は戦後歴代8位。まあ短い人いましたがね、宇野宗介とかね、あと短かったの誰だっけな、畑総理なんかも短かったんじゃない、あと細川、細川
も短かったよね。世論です、意外と長かったんだな。掃除職メガネ麻生太郎の時代を終わらせたのは評価する。清和会が憎いってのはひしひしと伝わってきたよ。増税メガネと言われたが大した増税できず、定額減税とエネルギー補助金にお金使っちゃった。総理の座にしがみつきたいだけの人だったな。野党がこれほど弱いのに岸田政権が短命だったのは自民党の岩盤支持層である保守層を軽視したから、国民の話を聞かない総理だった。金融所得増税とか軽口叩くから最初から嫌われてた。支持率 30% 以下で一番長く続いた政権、続いた政権っていうか続けたんだよね、無理やりね。26ヶ月連続実質賃金低下させた、最悪総理と。本人的にはまだまだやる気だったんだから恐怖。皆さんボロクソ言ってますけれども、岸田がやったこと、森林環境税新設、国保税大幅増税、これ少子化対策の原資にするっつってさ、そんなことやったらでね、実質負担率増やしたらますます少子化なんじゃねってみんな言ってましたけれども、バカには分かんないんだね。再エネ付加税3倍増税、レーダー照射事件をうやむやのまま決着、韓国を貿易優遇国ホワイト国に復帰させる、日本に何の利益もない日韓スワップ再開、 LGBT 法強行、10歳児が視察されたのに中国渡航危険度ゼロをそのまま変えないと、どれもこれも保守層我々を激怒させるものばかりでしたね。特に韓国関係と LGBT は、激怒させるものでありました。あれでもう自民党見限ったって言っても多いんじゃないでしょうか。評価できるのはですね、顔写真なし保険証廃止、マイナカード一本化、難民申請2回まで、脱税や禁錮刑は永住資格剥奪、この3つぐらいですかね、評価できるのは。さて石破はですね、保守層にとって岸田よりマシなんでしょうか。保守層にとって岸田は最悪でしたけれども、こいつ何も分かってねえなって、それ今やることじゃないだろうって、思われてましたけれども、つまりうすらバカと思われてましたけれども、岸田は、マシなんでしょうか。9月30日、石破自民総裁と石井啓一公明代表が連立文書を取り交わし、公明党もですねひっそりと山口那津男から代表が石井啓一に変わっておりました。公明党は選択制夫婦別姓制度推進の記載を求めたが、自民党内保守層に配慮して削除された、その連立合意文書には石破総裁は総裁選以前は党内で真摯な議論をさらに進めるとして賛否を表明していなかった。まあ得意技ですね、議論しなければならないっつって逃げるね。世論です、結局石破は何もやらずに退陣しそう。結局は信念も何もないからこうやって組織優先なんだな。もともと興味なさそうだったもんな。そんなのは選挙の争点にならんよ。どうでもいいよこんなの、後回しで。この問題はどうでもいいな。結構柔軟なんだな。頑固に押し通す総理よりいいじゃん。それよりもやらないといけないことが山積みだし、子供にとっては強制的に片親と別姓と、夫婦別姓を総裁選の争点にしてもらいたいなんていう人 1% しかいなかったもんね。多くの人には関係ないのね。割と周囲の空気読むタイプなんですかね。それとも数多くいる、絶対ダメって高市さんに投票したような絶対ダメって議員が数多いから、もうちょっとで過半数に達しそうなぐらい、これやっちゃったら党がもう割れちゃうかもしれないって危惧したんでしょうか。これはなんかやられる前にですね、騒げば止めることができるかもしれないですね。石破総理空気読むから。選択的夫婦別姓っていうのは現状維持を変えることなんで、今のままでいいじゃんって言うんで結構めんどくさいし、多くの人には無関係ですよね。なんせ話し合ってほしい人が 1% なんだろう。そんなことより経済や安保など多くの人に影響する事案を優先するのが筋ですよ。この筋を無視してですね、最優先でこの話持っていくから立憲と共産は落ち目、支持率右肩下がりなんじゃないですかね。気がつかなくてもいいですけどね、軌道修正なんかしなくてもいいですけどね、結婚でどうしても性が変わるのが嫌って言うんだったら
事実婚でいいんじゃないのって、っていうかお前らもう別れるって、お互いわがままだったら、もう別れるってもういいっすかね。経済界がですね、あの同性は経済的損失がって言ってんですけど、なんでそうなの？今でも旧姓で手続きできるし、役所もね、通称で立候補もできるのにわけわかんないっすよ。ノックさん、大阪府知事のノックさんもノックで立候補してたじゃん。その理屈で、あの夫婦別姓にするだったらですね、外国人が日本名を名乗って免許や保険証もそれでいいっていう通名制度を廃止しなければ整合性取れなくない？通名でも OK です、別姓でも OK ですってなったらね、今でも旧姓で何でもできたから、通名制度もともと役所の書類にですね、こんな風に書かれても全然わけわかんねえから、わけわかんねえから、あ、読めないから、ミハイル・セルゲイ・ゴルバチョフって日本語のカタカナで書いてもらう目的であってですね、キムだのパクだのが全く違う、鈴木とか吉田をなるっていうのは違うよね、目的と違うよね、もう廃止してもらいたいんですよね。その吉田とかなんか日本名名乗るのが通名じゃないんだよ。こう書かれても全然わかんねえから、カタカナでミハイル・セルゲイ・ゴルバチョフって書いてもらうのが通名なんだよ。全然名前変える変名制度じゃん、それじゃ。キムダのパクが吉田一郎とかなのの変名制度でしょ、こんなのね。野田佳彦に候補者調整を拒否された、つまり共闘を拒否された共産党田村代表、共闘の条件は基本的に損なわれた、最大限候補者を立てる、ガチンコ立憲と勝負する、みたいであります。全国で193人立候補させる、つもり、みたい、世論です。どうぞどうぞ。振られちゃったね、金欠じゃなかったの、自民ありがとう共産党、エンドユリコ踊りで立憲と熱々だったの、わずか3ヶ月前なのに、毎度おなじみ左翼お得意の仲間割れで終了、左翼票割れて自民勝ち確やん、比例頼みの共産党であったのだ、諦めるな、立憲にしがみついて両方覚えろ、枝野の自業自得とはいえ信じられないレベルで粘着してきてるな、共産だったら枝野は確実に終わりだなって、埼玉5区前回の結果、枝野幸男113,615票、牧原秀樹107,532票、比例復活、その差わずか6,083票と、共産党がここにですね候補を立てて左翼票6000票崩れば枝野は落選しますね、生き恥かきますね、代表まで務めた、男が落選っていうですね、まあ、比例で復活しちゃうとは思うんですけども、193人立候補させる資金がまだあったんだ、すごいな。代々木 の、 あの本部ビルのメンテナンス費用がないんで5億円寄付してくださいって呼びかけてたのにね。それとも覚悟を決めた最後の断末魔なんでしょうかね。今日の単身です。10月1日今日から持病がある60歳以上と65歳以上に新型コロナワクチン接種開始。今までのファイザーやモデルナの4種類に変えてですね、レプリコンワクチンと呼ばれる明治製菓ファルマが追加になりました。扱うワクチンは病院で異なっており、種類が気になる人は事前問い合わせが必要だそうであります。私は肺がん治療時期と重なってワクチン1回もやってないんですよね。幸いコロナにかかりませんでした。ラッキーであります。今後もワクチンやるつもりないです。ただの風邪に変化したっていう話だしね。レプリコンワクチンで本当に何十万人も死者が出るのか、一部っていうか一部でもない結構な数の人が言ってますけれども、で感染源となって空気感染して打ってない人にもうつすんだみたいなことを言われてますけれども、本当に何十万人も死者出たら大騒ぎになるでしょうね、超大騒ぎ。これ隠蔽したところでさ、今日本でさ年間160万人ぐらいが亡くなってるんですけど、これがいきなり200万人とかなったら嫌でもわかるでしょ。そうなったら超大騒ぎなんだろうな、思います。小泉進次郎新選対本部長、一人でも多く当選させる新役職に意欲と、党員票はいまいちでしたが応援演説は人気があるから引っ張りだこになるんでしょうねこれ。質問して回答するから変なだけで、原稿読む分には
事前に考えててたこと喋る分には、バカが露呈しないですもんね。父親の小泉純一郎は進次郎は50歳までは総裁選に出るなって言ってたらしいんですけど、進次郎が仮にね50歳まで経験積んだところで頭が良くなるとは思えないんですけどね。皆さんどうですか。年を取れば43でしょ。だって今43であの状態で50歳になったら頭良くなるって思います？思わないね。外国旅行者半減、これ日本人が外国に旅行するって、2019年2008万人だった海外旅行者が2023年には962万人と半分以下になりました。これコロナの影響もあるんでしょうけれども、パスポート保有率もですね2019年 23.8% だったが2023年は 17.0% に低下してしまいました。パスポート保有率、他国ではどうなってかというと、米国約 50% の人がパスポートを持ってる、韓国約 40%、 台湾の人は約 60% を持ってる、ネットで現地に行かなくても行った気になれるし、同じくネットでですね状況があって外国への憧れが消滅したからじゃないですかね。パリ五輪ではセーヌ川すげえ汚ねえみたいな、全世界にバレちゃったし、パリの汚さ見てね、それまでの幻想や憧れが崩壊するパリショックって言葉も存在するんですよ。私は20代の頃一度だけですねローマ観光しましたけれども、別に二度と行かなくてもいいな。印象に残ってるのはコロッセオのデカさとですね、あとトレビの泉の造形美っていうか、あと有名な噴水三つばかし並んだ広場の彫刻も良かったかな。でも別に二度と行かなくてもいいや。飯はうまかったです。ローマの飯はどこで食ってもうまかった。あと中央値、日本人の所得の中央値がですね、30何年前は550万円だったの、今440万円ぐらいになっちゃってんのも、もう海外旅行行く余裕がないんだよ。みんな貧乏になっちゃって、自民党のせいでね、実質税負担率重くすることばっかり考えて、韓国紙文化財団、折り紙は韓国発祥の文化と言い出しました。まあおなじみですね。この団体ですね、別に紙の文化を発展させたいとこじゃなくてですね、反日活動と起源主張が仕事の、まあなんていうか北朝鮮系の団体みたいですね。日本におけるパヨ団体みたいなもんです。発祥じゃなくて発祥じゃないのかって思うんですけれども、いいよもうそうならそういうことでしといてやっかってね、めんどくせえから、言ってろ一緒って感じなんですけれども、それともいちいちこういうのはですね叩き潰しといた方がいいんだろうか、めんどくさくなる前に、悩みどこですね。でもまあ韓国の一団体の言うことを、真に受ける、人もいなさそうだし、韓国人に折り紙折れって言ったって折れやしないし、まあすぐバレるでしょうね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。